はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回ですね、こちら青鬼 3D、というゲームをやっていきたいと思います。で、とりあえずなんでいきなりこれやったのかっていう、ちょっとね、実はですね、これ1週間ぐらい前にダウンロードしてたんですよ。で、PC がぶっ壊れちゃってって話をしたと思うんですけど、壊れてからちょっといろんなゲームを探してた時に青鬼 3D というのを見つけて撮ってたんです。あ、撮ってたっていうか、ダウンロードしてて、まあ、出せるときに出そうかなと思ってたんですけど、某有名ゲーム実況者さんがやっておりまして、あ、これはもうやるしかねえなと思って、急遽、撮影まで、撮影始めましたということでございます。ごめんね、こんな理由で。ということで、今回、この青鬼 3D なんですけど、青鬼1のゲームを、要は、自分目線というか、要は3人称じゃなくて1人称視点で、プレイできるという。要は自分が本当に青鬼の、館に入ってるような感覚に、陥るようなゲームでございます。ということで、青鬼も 3D なのでね、楽しんでやっていきたいと思います。ということで、じゃあ行きましょう、ニューゲーム。リターンじゃないね。スタートゲーム、ユーザー。スタートゲームでいいのかな？行きましょう。We are rumor about mention of the old girl soldier. OK。何にも読めねえ。まあ、とりあえず、青の館に来まして、まあ、多分話的には一緒なんで、まあ、ここは怖いよと、ここは何ぞやと。あ、これ、ん？これは、ん？何です？あ、マウスだ！マウスの、なるほど。このボタンなんだ。エンターじゃないんだね。なんか皿が割れたぞ、行ってきてくれ、ヒロシみたいな感じでしょ。バカバカしいでしょ。お化けなどいるわけないでしょ。っていう感じだよね。ヘイ、ヒロシ、ビッコム！ピッカブ、ピッカブ、おう。あは。これは、あ、こうね。WASD ね。OK。この操作ね。セーブはどこだい？セーブをまずさせてくれ。ありがとう。よし。セービング。よし。いいぞ。で、これも、あれですよね。一緒だよね。これ、今戻ったらどうなる？戻らない。戻れることはできないと。そして、これを拾う。なぜこんなとこに割れた皿があるんでしょうかと。はい、割れた皿をゲットしましたね。ちょっと見てみようか。コンテ、え？違うでしょ？あれ？ねえ、これ。ね、やっちゃダメね。あれ、アイテム欄ってどこ？あれ、アイテム欄はどこで見るんですかね？ロード、メインメニュー。違うよね。ん？なんだ？ま、行こう。あ、なんか持ってる。今のか、これか。これを、今持ったっていうことなのか多分。そういうことかな。あ、やめた。あ、なるほど。じゃあ行こう。うわー、びっくりしたいきなり黒いのが向こう行った。わっち。皆さん、ロッカーに行ってしまいましたね。あ、若干でも動かせる。これ自由だ、結構。ガイス。ヘイガイス。いないですね。すごい、今勝手に、動いてたんですよ。でも若干動かせた、こうやって。いいね。こっちはもちろん戻ることはできない。鍵がかかっておると。どういうことだと。まあ、多分、ワンと一緒だったら図書室に、ここにいるんだよね、多分、青鬼が。ってことは、まあ、裏返った。2階行って、たけしに会いに行く？多分これ全部どこも、あ、待って、これ確か青鬼にやられるんじゃなかった、これ確か。たけし、何かいましたよ。こんにちはわ。こんにちは、あれこんに、あれ何回か調べると、青鬼にやられるんじゃなかったっけ？あ、この仕様はない。この仕様はなさそうだね。ないね。ないのか。じゃあこっちは？これ開けれない。そうか、残念だな。これでやられる仕様やりた、見たかったんだけど。まあいいや、行こう。じゃあ、たけしのとこ行きましょう。多分あとはもう全部鍵閉まってるんで。ビッグバー。はぁ、びっくりするよ。本当に。やめなさい。3D だとビビるんよ。あ、これもあれだね。原作通りだね。まあ、これも、一応ヒントにはなってるんですよね。多分ね。まあ、青鬼の、まあ、僕一応青鬼のこのステージ作ったことあるんで、マインクラフトでね。だからま、一応、ワールド自体は、把握はしておるでござる。あ、そしてあそこに光ってるでござるね。とりあえずセーブだけさせていただき、うん。たけしだろ知ってるんやで大丈夫だ。何も恐れることはない。さあ、ドキたまえ。ドキたまえよ。ドキたまえ。よし、オッケー。これで、図書室の、取ってね、取ってね、ちょっと待って、取ってないんだが、取ってない、どうい、ちょっと、ちょっと、どきたまえよ。ちょ、どかそう。これどかそう。はい。で、これで取れるんじゃないか。オッケー。ライブラリーキー。図書室の鍵ですね。これだね。オッケー。じゃ、
セービング。さあ、そしてたけしがいるであろう、ここに。こんにちは、たけしくん。何を震えておる。震えておるのではない。戦うのじゃ、鬼と。たけし。We are the champion。ほら、こうやってちゃんとさ、視線をさ、ちょっと若干動かそうと思えばできるんだよね。あまりちょっと酔っちゃうからさせれないけどさ。喋れよ。え、喋らない。あれ、ガタガタはどうしたの。ガタガタ様。あら。ガタガタ様、今回発動されずといったところですね。じゃあちょっとガタガタ様にちょっと椅子プレゼントしよっか。ちょっとあげよう、椅子を。はい、よいしょ。はい、ガタガタ様、どうぞ。はい、あげる。これで、なんとかして、頑張って。じゃあ、青鬼と戦おうか。ついに青鬼と対面ですね。初めてなんだよな、見るの。完全に。あ、でも、なんかそのサンプルみたいな画像があったんですよ。ダウンロードする前。それでなんかちょろっと見た気がするな。行くぞ。ライブラリー。ああ、まずは鍵を使えと。はい、これ、こうですね。行くぞ。はい。なんか足音がする。来たぜ。どっから来る？行くぞ。え、ちょっと待って、どこ逃げる？たけしのタンスじゃダメか。それやってみるか。たけしのタンス行く？はい。来たー。わーわー、ちょっと、わーわー、見てる暇ない、待って、はい、逃げろ、待って、どこにいる、いやー、怖い、見ていい、チラッと見ていい、あー、見切れ、うおー、びっくりした、何今の、びっくりした、おててがいきなり出てきたんだけど、マジでビビったよ、トラブルさん、びっくりした。いや、今度はもうちょっとサムネを気にするな。今サムネ撮ったから、もうサムネ撮ったからいいよ。行くよ。ビビった。マジでビビった、今のは。やばい。ごめんね、みんな。うるさかったよね。ちょっと最短距離。で、たけし。こっちが。で、待て。やめてください。助けてください。嫌です。見られてない。ダメ見られて。いやーん、ちょっとたけしのさ、椅子捨ててこよ。僕が悪かった。あれはちょっとね、ちょっといけなかったね。たけしに、これちょっと、いたずらした罰ですね。このせいで多分、邪魔なんだな。ちょっとさ、このチェアを、ちょ、乗るんじゃないの。チェア、こうか。番号を打つのね。で、置いとく。これでいい。これで、多分大丈夫。次こそ。行くぞ。よき、ちょっと、すごいなんか飛ぶな。緊張する。行きましょう。お邪魔します。さあ、参ろう。まずセーブをさせていただこう。そして、行くぞ！来るぞ。来た。で、こっから、最短距離。多分さっきちょっと手こずったからだよ。大丈夫。手こずったからでござるから、こっちで。はい、大丈夫。で、はい！大丈夫！これなら大丈夫でしょ！どうだ？大丈夫。絶対バレることはない。前、どうやったっけ？あ、ひたすら逃げたか。あれ、ひたすら逃げたか。あ、そっか、炭酸入るんじゃないか。じゃ、ちょっとこっちとか、あ、ここだ！ここでぐるぐるして、通れなくね？これ今回通れないよ。今までここ通れた、あ、うわぁ、こうやってやるの。で、こうやってやるんでしょ。ここでさ、ぐるぐるさ。さあ、そうだ！ここでぐるぐるしてたわ。こうだ。あ、そうだそうだ。タンスじゃなくて、ここら辺でぐる。よし、やるか。そうだ。行くぞ。参ろ。さあ、行くぞ。はい。さあ、来る。大丈夫。ここは焦る必要はない。大丈夫。スピード的には、追いつかれるってことは、必然的にないのだよ。大丈夫。一回。で、こっち行って、次どうしよう。助けて、ドラえもん、やばい、どうしよう、待って、終わったんごか、いけた、やった、よし、危ない、かなり大回りしてくれた、多分ちょっとバグったんでしょう、やばい、こうやってさ、一人称視点だとどこに逃げれるか分かんなくなるね、いや、まだ来るか、
バービールよー。